どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、5歳老けて見える、絶対やってはいけない遅れ毛の失敗例を3つと成功例をご紹介します。皆さんね、遅れ毛を、出される時とかね、遅れ毛をスタイリングするっていう時に結構ね、難しくないですか？例えば、どのぐらいの量感を出せばいいとか、どのぐらいの量感を巻けばいいのか、あとは質感、スタイリングをどのぐらいつけたらいいのかってね、悩まれる方ってかなり多いかなと思います。僕のお客様でも結構よく聞きます。なので、その悩みを今日は完全に解決します。なので、いつも悩んでた方、ぜひこの動画を最初から最後まで見て参考にしてみてください。早速動画に行く前に、このチャンネルの説明を簡単にさせていただきます。この動画では皆さんがね、綺麗で可愛くなれるような、例えば髪型の情報だったりとか、あとは商品についてご紹介しております。なのでね、どんどん動画をアップしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは動画をどうぞ！老けて見えやすい遅れ毛の出し方をやっていきます。まずね、遅れ毛を出していくんですけど、取った時に、結構大げさに言うと、こうやってまとめるじゃないですか。な時に、ここの隙間が空きすぎてる。この状態で遅れ毛出してる方もたまにいらっしゃるかなと思うんですけど、こうすると少し老けて見えやすいです。こんな感じでね、ここの隙間が大幅に出てたりとか、あともみあげを出してもそうなんですけど、やっぱりこの隙間を隠さないと、少しね、髪が薄く見えたりとかもするので、できればこの隙間を隠すような感じで遅れ毛を出してあげる方がいいです。次に、老けて見えやすい失敗例2つ目は、遅れ毛を下ろしていくんですけど、こうね、ざっくりと、ここのね、幅を隠したりとかして、ざっくりと下ろしてやっていくパターンです。こうすると、だいぶ重く、ぼてっとした感じに見えませんかね。こうなると、どういう印象になるかっていうと、ちょっと大げさに出してるんですけど、少しね、やぼったく見えたりとか、あんまりね、清潔感のある印象には見えないかなと思うので、できればね、遅れ毛をもう少し薄くしてやってあげるのがポイントになります。次に失敗の3つ目なんですけど、こうね、遅れ毛を下ろした時に、巻く時に失敗するポイントを言います。この時に、巻いていくんですけど、ちょっとね、カールがこんな感じで強くなる。こんな感じで強く巻いてしまうって時ってあると思うんですけど、こんな感じでね、上部結構強い。こうすると結構老けて見られがちです。なので、できればね、少しこのカールを緩めるような感じで、緩めのカールを作るのがポイントになります。じゃあ次は、可愛くなる遅れ毛の出し方をやっていきます。まずね、こうまとめる前に遅れ毛を出していくんですけど、この前髪がある方だったりとかに関しては、この隙間、ここを隠すような感じで遅れ毛を下ろしていきます。できればちょっと上の部分から縦に遅れ毛を取って、このね、隙間が完全に隠れなくてもいいので、多少こう隠れてバランスがいいぐらいの量感にしてください。で、下ろした時に多少ね、この辺のお肌が透けるぐらいの髪の毛の量感。これがポイントになります。で、このまま全体的にまとめて、で次にこのもみあげ。もみあげの部分は結構少なめ。本当にね、ミリ単位というか、もう本当このぐらいの感じ。こんな感じで下ろしてあげて、残りの部分を後ろでまとめていきます。基本的にね、遅れ毛ってまとめてから出す方も多いんですけど、このまとめる前にね、最初に出してあげると結構ね、綺麗に遅れ毛が出てくれるので、ゴムで結ぶ前に出すようにしてください。次にコテで巻いていきます。コテの大きさはお好みで大丈夫ですので、今回は 32mm で巻いていきます。で、僕レギュを巻く時のポイントなんですけど、巻きすぎないで、しかも細かめに取るのがポイントです。まずもみあげのこの両パンで外に向かって巻いていきます。このぐらいな感じですね。カールが軽くつくぐらいの感じで巻いてあげれば OK です。で、その次にこの顔周りの部分、これもね、まあ2つぐらい、まあ、髪の毛の量が多い方に関しては3つぐらいに分けても大丈夫かなと思うんですけど、今回はねお人形さんなんで、まあ大体2つぐらいに分けて、これも同じように外に巻いていきます。で、できればなんですけど、ちょっとね段々になる方がいいかなと思うので、このもみあげの部分はちょっと毛先中心で、真ん中の部分は中間で、一番顔周りの部分に関してはそれよりも少し上の部分、まあこの辺りぐらいからですね、カールをつけるようにやってあげると、よりおしゃれ感は増します。次にヘアミルクをつけていきます。で、ワンプッシュぐらい出して、この奥レゲの部分を少しねこう裂くような感じで、なおかつね髪の毛をきれいに艶っぽくまとめるようにつけていきます。こうちょっとね引っ張りながらつけてあげると結構きれいにつきやすいかなと思いますので、ここにちょっと引っ張りながら艶を出していきます。お好みでね、ちょっとこうバランスを整えて形を作っていきます。で、結構ねこのスタイリング剤、今回はねミルクタイプのをつけてるんですけど、しっかりめにつけてあげると、結構ねこなれ感というかおしゃれ感が増します。逆にスタイリング剤がちょっと少なかったりすると、少し疲れて見えたりとかね、ちょっとおばさん感が増してしまいますので、思い切ってつけるようにしてください。最後にね、全体的にカールがついておプレーが出たんですけど、少しこの部分で気になりませんか？この部分を最後少し隠すように髪の毛をしていきます。で、このねまとまっている髪の毛、この部分ですねの髪の毛を少しねこっち向きに引き出します。ほぐすみたいな感じですよね。そうするとなんか隠れてきてるの分かります？簡単に隠さなくてもいいんですけど、少しねちょっとこの辺の隙間が隠れるとよりねおしゃれ感が増すかなと思いますので、奥レイのねこの隙間を隠すようにこのまとめた髪の毛を前に向かって引き出す、こんな感じにしてあげるとこなれ感があるおしゃれな奥レイのヘアスタイルができます。はい、ということでね、こんな感じで紹介させていただきました。もう今紹介した3つの失敗例っていうのは皆さん絶対気をつけてやってみてください。意識するだけで簡単に治ります。若々しく見れる奥レゲのポイントっていうのは、まずは幅ですよね。この幅をいかに薄くするか、少なくするかがポイントになります。なのでこの幅をしっかりと調節していただく。で、巻く位置ですよね。巻く位置ももみあげ、中間、一番顔周りの部分で、このカールのつける位置を少しずつ上げていく、こんな感じにすると立体感が生まれるのでおしゃれ感が増します。最後にねスタイリング剤をしっかりとつける。乾燥してるとね少し疲れた印象だったりとかね、老けて見えるようにもなってしまいますので、たくさんつけて潤いを出してみてください。今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録と、あとコメントもたくさんお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。